江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、正直アジア文化のトップは大韓民国だろうというふうにね、言っております。それではですね、こちらスレ主の格好見ていきましょう。クーちゃんお願いします。正直アジア文化でトップは大韓民国だろう。 C 国語は聞き取りから拒否感。日本はアニメ性進む国、大韓民国はドラマ、ポップ、映画、全世界が熱狂している。正直世界一も目前だ。無条件愛国主義ではなく現実である。はい、というね、書き込みでした。じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応いってみましょう。はい、ということでね、なんだ、ドラマ、ポップ、ポップ音楽か、映画、全世界が熱狂していると。渓谷の映画に、おお、全世界がはい、1人目、やっと少し上がってきただけで日本が圧殺する。現実は日本だろ。俺は日本信者ではないぞ。 C 国語は普段聞きたくないけど、漢詩を上手に読む人を見るとかっこいい。漢詩を上手に読む人っているの？詩人？これはひどすぎるよ。日本、C 国押しのけてどうして渓谷？ K-POP がちょっとヒットしたぐらいで、質的に渓谷だと思う。あららら、海外では C 国あるいは日本だけわかる。これが現実である。 K ドラマ、ポップは合ってるけど、映画は半地下で賞をもらったこと以外に何かある？映画は国内でも出てくるたびに全部失敗しているんだが、正直半地下一つで映画の威厳うんぬんするのは冷静に3位である。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思いますまあね、映画はね、渓谷さん最近めっぽう国内で映画作る本数も、あ、もうどんどん減ってるって言ってますからね。じゃあね、上の方からいきますかね。どの辺がか教えてくれるかな。さぞ観光客でにぎわってんだろうな。文化の最底辺があの半島じゃね。どこのアジアの話しかな。お前ら今日 OECD 内で最下位がたくさんって動画出されてただろうが、わらわら。ああそうそう、お前らがトップトップ、ぼ。は、お前らの文化は妄想文化だろ。ああはいはい、面倒くさいからそれでええよ。だからこっち来たんな、こっちみんな。文化と言ったら C 国一強だと思う。K-POP に全世界が熱狂は不正だってバレたばっかじゃん、わら。うん、で、ご自慢のクポップとドラマと映画以外に何かあんの？わら。夢から覚めない方がいいよ。映画の話はやめた方が。いつものけ、芸能エンタメ文化というのはいい加減やめろ。そうね、ちょっと違和感あるね。ドラマ、K-POP が文化っていうのはちょっとね。監視より監視しないと危ないにだ。半地下も入場者数ごまかしてただろ、お前ら。映画って文化なの？映画ダメになっただろ、わらわら。ポップ人気嘘だっただろ、ドラマ人気も嘘だったし、わらわら人気ないじゃん、わらわら。ねえねえ、イルボーン、少しは売りを褒めてくださいにだよ。お前らのドラマ、格差社会の主人公がネタみそねみ繰り返し、途中で記憶失うストーリーっていつも一糸口じゃん。K ドラマ、一本売れると、デッドコピーが大量に出てきて、あっという間にオワコンになってるだろ。映画も音楽も、同じ。アニメなんてオリジナルが売れず、日本をパクって、あっという間にバレて叩かれるまでがデフォだろ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。